はいえっ、ー、と今回はね立花隆さんにメッセージをお送りしたいと思いますソカジクのクルでございますえっ、ー、と立花隆さんといえば YouTube をねもう活用して政治家にまでなってしまったという異例の方なんですよねしかもやってるミッションっていうのが実は非常に大事な内容なんですよ、えー、報道が我々をどのようにしていくかってことなんですよね。 思えばベトナム戦争ってものがかつてありましたけども今までアメリカっていうのはね世界の秩序を守ってくれていると思っていたんですけどもでもベトナム戦争がテレビというもので一,一部始終をね放送された時に「あれアメリカおかしいことしてんじゃないの?」ってなんでこんなところに罪もない人をね えーまあ、殺戮したりとか枯れ葉剤をまいたりしてんだみたいなことが起きてくるわけなんですよ。うーんそうなんんそなですよねであのソビエトもそうですよね報道の力が入ってきたんであれなんかもしかしたら違うかもしれないと思ってるんですよ。そして今インドネシア中東ですよね中東じゃなくてあの東南アジアです東南アジアを見てみるとあのまだね洗濯機もないしお風呂もないような民族がスマホを持ってるんですよだからスマホで情報は先に取れるんですよどんな情報が取れるか 私たちがどんな暮らしをして世界的にはどの水準なのかなってことがもう分かるんですよ。で学校ってものがあるらしいぞ学校ってものに行ったら大学ってものを進学して銀行に勤めることができるらしいぞ銀行っていうのはお金という人の暮らしや富を掌握してる部門ならしいぞみたいなことで、ね、分かるわけなんですよだからどのルートを通ったら一番自分の人生が有利になるかってことを知った上で10歳とか20歳っていうそういう風なな、ね、年代を進んでいくんですよね我々日本人は全く違いますよね。 いろんなもの、洗濯機がついたりとかマイカーがついたりとか道路が整備されたりそして昭和40年代50年代そして平成の時代に入ってポーンとインターネットやスマホが出てきておなるほど情報ってものはこんなに便利なのかっていうふうになったんですよで今は違うんですよ情報が先で物とかことってのは後なんですよねそういったことを考えていくと立花隆さんが今ね YouTube を使ってことを起こしてるってことは私たちはねその情報ってもののものすごく威力を知ったことになるんではないかなと思うんですよとりわけ えー、放送ですよ、ね、だから放送が人の心理を動かして人の行動を全て管理してると言ってもいいぐらいですよね。 それがあの大本営発表にもつながるわけですよ。現在もそうですけども、テレビで私たちの主張っていうのは切り取られて、いいように歪められて放送されてるんですよ。だから負けちゃいけない。私たちはノーカットの YouTube を見ることによって、テレビがどんな大事なことを我々に知らせてないかってことを裏付けを知ることができるんですよね。すごいなぁと思います。そして、立花さんに今日はね、言いたいことっていうのは、これね、動画見てくださってるかどうかわかりませんっていうかね、まあ見てくださってないと思いますけども、立花孝さん実はですね、YouTube の広告を先日外してるんですよ。 それは YouTube で稼ぐ必要がなくなったんでもう YouTube 広告いりませんとバンされることも全然構いませんだからどん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 限りなこと言って,、ま、言っていきますよみたいな感じだったんですけども橘さん言いたいたこ,こことからです私もそうです吉谷さんもそうなんですけども広告をつけないということは YouTube にはただでサーバーを提供しないといけないんでどちらかというと迷惑な話なんですよね。 広告をつけていただいて、広告費を我々をも,もらうんだけども、主にもらうのは y o u t u b e ジャパンなんですよ。だから広告をつけた方がいいかなと思うんですよ。この辺ね、ちょっとね、戦略にミスがあるんではないかなと思います。確かに、立花さんの言葉を借りれば、広告をつけないことによって、私の動画をね、快適に見ることができますよってことなんですけども、そうなんですけども、ただ、y o u t u b e ジャパンがただ働きするんで、あんまり嬉しくないってことなんですよね。はい、こういうことをお伝えして、今回の動画にさせていただきます。それでは、失礼します。